はい、えー、本日四字熟語を紹介していくのは一連です。えー、三正堂学研小学館この3つで見ていきたいと思います、えー、まず三正堂の使命科四字熟語時点ですね、えー、より良い、えー、より行いをした者は、えー、極楽浄土に王女して同じ蓮の花の上に身を託し生まれ変わること、えー、天地で事の善悪にかかわらず仲間として行動や運命を共にすること、えー、まあゆ意味の通り元は仏教用語ですね えー、タクというこの字なんですけどもよりどころとする身を寄せる意味と書きますえごんべんに、えー、変えましてこれでタクとも読むんですけどもこれでも一蓮拓章と読むことがあできますそして学研の四字句の地点、えー、仏教のことは、えー、死後極楽浄土の同じ蓮の花の上に生まれ変わること転じて結果の良し悪しにかかわらず、えー、行動や運命を共にすること そして小学校の大理生、えー、仏教用語。えー、死後、えー、極楽の同じ蓮の花の上に生まれ変わること、えー、結果はどうなろうと、行動や運命を共にすること、死ぬも生きるも全員一蓮拓昇だと、そういう意味でこう書かれております。<laughs> えということで、えー、一蓮拓昇ということで、えー、関数字の1、えー、この蓮という字がこれ、蓮を。 こう由来しておりますで、この「クという字は「よりどころ」というね、えー、こう身を寄せるという意味がこうあります。そして、えー、生まれ変わるという意味でこうう、生まれるという,こう字がこう付けられております。えー、ということでね、えー、まあ意味はこう仏教用語ということになりますので、まあ、あのこれはあの何でしょうかね、まあ、生まれ変わるという,こう意味がこう、 ありますから、まあ生きている間ではこの一連卓上という四字熟語というのはちょっとあまり使わないんじゃないかなとは思います。まあでもあの非常に意味としてはね、えー、非常にいいものでございましたので、ま、た一度紹介していくのはいいんじゃないかなとは思いましたので、えー、紹介の方をさせていただきました。ということで、えー、本日、えー、四字熟語は一連卓上ということでお届けさせていただきました。 えー、このチャンネルいいなと思っていただけた方は、ぜひチャンネル登録や高評価のボタンを押していただければ、えー、次の動画に、えー、まあ、書き置くになるんじゃないかなと、ま個人的には思っておりますので、えー、ぜひチャンネル登録や高評価のボタンを押していただけると非常に、えー、嬉しいですね。ということで、ご視聴ありがとうございました。